オスカー女子は、女子ブーンは、アメリカ合衆国のバスケットボール選手。メリーランド州、マウントエイリー出身。ポジションは、パワーフォワード、センター、208センチメートル、111キログラム。高校は、メリーランド州南キャロル高校でプレーし、20得点14.4リバウンド7ブロックのアベレージでチームを牽引し、州トーナメントでは準決勝まで勝ち進んだ。 高校卒業後に通った西のティンガムアカデミーでは28得点16、リバウンド9.7ブロックのアベレージを残した。大学はコネチカット大学に進学。1年目の2003から04シーズンから先発に起用され、ビッグイーストカンファレンスのオールルーキーファーストチームに選ばれた。翌04から05シーズンには12.4得点8.4リバウンド2.9ブロックのアベレージを残し、 カンファレンスの年間最優秀守備選手賞とオールセカンドチームに選ばれた05から06シーズンの NCAA トーナメントではエリート8まで勝ち進んだ2006年の NBA ドラフトにて1巡目23位指名で同大学のチームメイトであったマーカス・ウィリアムズと共にニュージャージーネッツに入団ルーキーイヤーとなった06から07シーズン前半は開幕前に 肩の手術をしたこともあり、ベンチを温める日々が続いたが、後半になると少しずつ、出場時間を与えられるようになり、特にマーカス・ウィリアムズとの息の合ったプレーでは、存在感を示し、苦戦を強いられていた、ネッツのシーズン終盤の巻き返しに貢献した。翌07から08シーズン開幕前にも手術をした、ため、再びで遅れる形となったが、12月中盤からは、 生命するチームの打開策として、先発に抜擢されるようになり、以降は試合をこなすごとに成績が向上。ゴール下では欠かせない存在として活躍し、7シーズンぶりにプレーオフ進出を逃したネッツにおいて、数少ない明るい話題を提供した。2010から11シーズンより、中国プロバスケットボールリーグの石膏サイクロンズを、はじめ、海外リーグでプレーしている。 ゴール下では混戦であるほどに力を発揮する。決してテクニカルでも、フィジカルでもないが、オフェンスリバウンドを着実に抑え、次の得点チャンスを生み出すことができる。一方、フリースロー成功率は、キャリア平均で5割を割っており、そのため接戦時には常にファウルゲームの標的に、されている。ありがとうございます。